好，那我们今天第三场的分享呢，邀请到的是近期深受民众欢迎的回转寿司库拉苏西，他要跟大家分享如何挑战革新来提供自动化的餐车服务。那库拉苏西呢，是创立于1977年，是日本大阪起源的老牌平价的寿司店哦。那在2013年底呢，在日本有331家的店面，营业额呢达到8.8千万日元，在美国也有7间的店铺。因此，我们今天早上非常的高兴，可以邀请到台湾区的总经理西川健太郎跟大家做分享。我们掌声欢迎西川健太郎总经理。大家好。台湾くら寿司の西川です。よろしくお願いします。それでは、我々くら寿司の、約20年間の歴史の中で、取り入れてきたさまざまなシステムの導入経緯と実際のシステムについてご説明させていただきたいと思います。説明にあたってですね、まずちょっとここだと説明がしにくいので、皆様の近くに、寄らせていただこうと思います。これパラインは？パラインは？予約は？まず親会社、日本の会社、株式会社クラコーポレーション、先ほどご説明いただいたように1995年、今から約20年前に株式会社として創立しました。資本金が日本円で20億円、約20億円ですね。代表取締役社長が、田中です。それと売上なんですが、2015年、ちょうど今が決算時期に、日本の決算時期に当たりまして、今期の見込みは約1000億になる予定です。社員数は全員で、約1100人程度、アルバイトパートさんを含めると1万1000人ぐらいの規模の会社です。業務内容は、回転寿司の、チェーン店の運営、その1業態しかやっておりません。それ以外の飲食店は一切運営しておりません。これは、田中の強い、考えで、売上が1000億円を達成するまでは他の、業態はやらないというこだわりを持って今まで運営してまいりました。現在海外の子会社は、先ほどご説明のあったアメリカのロサンゼルスを中心にした8店舗展開しているクラスシ USA インク、それと台湾国際くら寿司、有限ゴンス、この台湾くら寿司について、簡単にご説明させていただきますと、去年ですね、2014年の1月17日に会社を設立しまして、1号店松江南京、松江南京 駅のすぐそばに1号店を去年の12月に開店しました。店舗の規模ですが、席数が148席、2号店の台中そごう店が184席。これはですね、日本では大体200席程度の店舗を、約50店舗現在運営しております。ただ台湾、我々来まして、いろいろ調べたんですが、土地の価格と賃料が、非常に、お高いもので、最初の店舗は少し小型化して1号店をオープンして、2号店を台中に184席、今後についてはできるだけ日本と同様に200席程度の店舗を展開していきたいと思っております。で、最終的な、出店目標は台湾において50店舗、年数については10年以上かかるとは思っておりますが、徐々に出店ペースを上げて台湾の、優秀なスタッフの方と一緒に、いい組織を作り上げていきたいと思っております。次に当社の経営理念、食材本来の姿でお客様に提供したい、コンセプトとしては安全で美味しくて安い、品質と安さは
共存できるという考えをもとに、こだわりを持って、やっております。だから回転寿司でよく言われるのが合成食材、まあ、人工いくらですとか、本当の食材ではないものをお寿司のように見せかけて作る手法も、よく言われるんですが、弊社では一切使っておりません。また新鮮で、日本では一皿100円で営業しております。美味しさへのこだわりということで、行っていることとしては、産地にこだわった鰹節、昆布などの素材ですね、こういったものを使って毎日お店で出汁を取ってお味噌汁、うどんなどを提供しております。またわさびもですね、直前にわさびを つけていただけるように、本来のわさびの風味を損なわないような工夫をしております。まあ、他にも醤油、それとお米、まあ、お米に関しては台湾の良質なお米をいろいろ、私も台湾に来て約2年になりますけれども、開発のその立ち上げの当初から、試食を重ねてですね、実際このシャリに関しては日本のくら寿司よりも美味しいものが提供できているというふうに自負しております。次に実際のシステムについて紹介してまいります。これ企業秘密の部分がありまして、そのシステムの写真がお見せできないんですけれども、製造管理システムというものを導入しております。これは来店されるお客様の人数、その方が大人、子供、男性、女性、過去20年のデータをもとに一般の方がどれぐらいの量を、0分から8分、8分から16分、6分から24分の間に消費されるかというデータを蓄積して、そのデータをもとに提供するお寿司の量をコントロールしております。これは日本でも同じような仕組みを使っているところもありますが、我々が、一番最初に取り入れた仕組みです。これによって、回転寿司で、まあ、世界中どこでも一般的に持たれているイメージとして、レーン上に流れているお寿司は新鮮ではない、そういうイメージが往々にしてあると思うんですが、我々のお寿司は新鮮なものの確率が高い、そういうふうには言えると思います。結果、鮮度の良い商品の提供と、それから廃棄ロスを減らすという、その2つの目的を達成しております。次にこの鮮度に関してのこだわりとして、2013年から、この鮮度くん、お寿司のカプセルですね、従来お寿司の上に寿司キャップと言われるようなこうカプセルタイプのものはたくさんあったと思うんですが、これは製造してお寿司を入れるとき、出すとき、両方このカプセルに誰も触りません。自動的に蓋が閉まって、自動的に蓋が開きます。ですので、何もつかない、誰も触れない鮮度くんということで、この仕組みを取り入れてます。ではどういった特徴があるのかというと、ま、ウイルス、唾、菌などの付着からお寿司を守ります。あとネタの鮮度を守ります。傷つきにくいポリカーボネートの素材で作っています。匂いがこもらないようにここに開口を作りました。キャップに触れずにお寿司が取れる、ま、これについてはかなり開発の時間はかかったんですけれども、ほぼ全店同時に導入する形で2013年から我々が特許も取得して日本で導入しております。もちろん台湾の店舗、それから、今年からですね、アメリカの店舗にも導入が始まりました。次に時間制限管理システム、この鮮度くんの上の部分に通常ここに商品名、例えばマグロですとかサーモン、トロサーモンなどの商品名が書かれているんですけれども、その下に IC タグが内蔵されています。この IC タグを、読み込むことによって、この商品が、どれぐらいの時間レーン上で経過しているのか、
常に把握しております。で、安全なお寿司を提供するために、その読み取ったデータから時間が経ったお寿司を厨房、キッチンの中で廃棄する、こういう仕組みを取り入れてます。またこの IC タグには別の、機能もございまして、どの商品がどれだけ流れているかも把握しております。ですので、お客様の消費に関してもデータを社内で蓄積して、今後の商品展開、商品開発に役立てております。次ですね、ここからは鮮度とか安全のところよりはどちらかというと、お客様が快適にお食事をしていただくための仕組みです。専用のアプリとして、まあ、これスマートフォンですね、スマートフォンのアプリとして Apple Store、それから Google Play、どちらでもダウンロードできるようになっているアプリを導入しております。店舗検索、まあ、日本に今350店舗ありますので、お住まいの、ところからどこが一番近いのか、それから何時に予約が取れるのか、それをもうこのアプリの中で行っていただいて、待たずに食べれるということが非常に、高い支持を得ております。日本では台湾と違ってですね、台湾のレストランどこでも電話で予約して行かれるレストランが非常に多いと思うんですけれども、日本の郊外型、都心ではなくてベッドタウンにあるレストラン業態は予約ができないところが非常に多いです。で、最近は我々と同じような仕組みを導入するところは増えてるんですけれども、まだ全部に浸透しているわけではありません。そういった意味で差別化が図れておるというような状態です。次に、注文するとき、実際にお寿司をレーンに流れているものを取っていただくのとは別に、私は今これが食べたいということをすぐに注文していただけるように iPad を使ってですね、独自の自社のシステムで、注文をしていただけるようなものを開発して、お客様に、タッチしたものをすぐにお届けするというような仕組みを導入しています。これ創業当時はずっと昔やってたのはですね、インターホン、マンションとかでピンポンって押すインターホンあるじゃないですか。で、インターホンを押してる間喋れる、あれが、各業態我々も含めてみんなが使ってたものだったんですが、そこから進化してこの形になっております。今日本の回転寿司ではこのタッチパネルの注文システムというのは非常に一般的になっておりまして、台湾でも何社さんかがこれを取り入れているというふうに認識しております。次に、この注文していただいたものを届ける仕組みですね。それはこの通常のレーン、普通のお寿司が流れる部分とは別に上に別のレーンを作っております。このレーン、多分皆さんもご覧いただいたことあると思うんです。日本の回転寿司、まあ、台湾の回転寿司でもこの仕組みがあるところもあると思うんですけれども、我々のこの高速レーンには少し特徴があります。普通はこう届けたときに、そこで商品を取ったら、その届けたトレイが一旦厨房に戻る仕組みになっているのが多いんですね。そうすると戻ってくるまで次の商品届けられません。我々の仕組みはここに届いたものを取ったら、厨房で別の商品を乗せてまた前に進んでいく一方通行です。これは我々だけの独自のシステムになってます。次に、皿カウント水回収システム。テーブルの横にお皿を投入する投入口というものをつけております。これは当初従業員目線でいくと、片付けるときにここを開けて全部入れるためのもの、あともう一つはテーブルがファミリーの方で来られると非常に狭くなってしまうので、食べ終わったお皿を、入れていただいて広く使っていただこうと思って導入しました。で、これを入れるとですね、この下に殺菌された水が流れておりまして、ずっと流れて厨房、キッチンの中にお皿がたまるような仕組みになっております。ですので、片付けた後、片付けたものをキッチンまで運ぶ必要はありません、当社の場合で。
届いたものをキッチンで洗い場あのお皿を洗うところにいるスタッフはその届いたお皿を上げて皿洗い機に入れてで皿洗い機に入れたものは手を洗ってからですけれども上に厨房の中にまた別のレーンが流れておりましてその上に流します。そうすると製造するスタッフのところにお寿司がまたもあお皿がまた戻ってくる。要するにお皿を動かすところには誰も人が介在していない、全て、システムにてやっております。次にですねこの水回収皿カウントシステム導入したんですが実際に入れていただける方が非常に少なかったです。ほとんどこれを入れることによってお客様にメリットがなかったので当初は従業員が片付ける時だけのメリットになってました。そこでそれを円滑にこう活用するためにお客様により楽しんでいただく仕組みとしてお皿を5皿入れると1回こうゲームが始まると。で当たりが出ると子どもさんが喜ぶようなカプセルのガチャガチャが出るという仕組みを導入してこれが非常にファミリー層の方から支持をいただいて今現在も我々の成績につながっているこういう状態です。で当社の場合は台湾の一般的なレストランと本当に違うなと思うのはターゲットにしているのがファミリー層の皆さん、子供さんをお連れのファミリー層の皆さんもしくはグループの皆さん、よく現地の回転寿司とかですね、カウンターがメインの回転寿司と比較されることが多いんですけれども我々は2組以上 3名以上のお客様がメインの業態になっております。で最後にそしたら動画ちょっと流してもらっていいですか。ここから当社の紹介の VTR をですねご覧いただこうと思います。
がとうございます。今ご覧いただいたのがあの台湾の1号店松江南京店の VTR になります。あの日本と同じシステムをもうほぼ導入しておりますので、今後あのぜひ皆さんいらしてください。であの VTR の中でもあったと思うんですけれども、あの注文届けるシステムかなりスピーディーに届けるようになっております。であとその見ていただいたら分かるように、あのお客様の数、来店客、来店ご来店いただいているお客様の数は非常に多いです。で我々の業態はあの一組の客単価が400元いきません。 10% のサービス料もいただいておりません。ポイントになるのはどれだけ多くのお客様に、来ていただけるか、それが売り上げにとっては非常に重要になります。でまた我々にとってやりたいこともできるだけたくさんのお客様にこの、日本のこだわった味、それからシステムを、体験していただきたい、そういう思いでやっております。だから運営についても1店舗あたりですね、だいたい80人から90人ぐらいの方に働いていただいています。1日の、 あの1時間あたりで働く人数としては20人から25人ぐらいなんですけれども、総延べ人数ですね、アルバイトさんとかですね、社員さん含めると全員合わせると80人から90人。これは飲食店を、よくご存知のプロの皆さんであれば分かると思うんですけれども、非常に多い人数になります。ですのであのシフトコントロール、教育、まあ、シフトの段階では教育計画、運営計画を練り込んだものにしないとお店が、いい形で成立しないと。その部分を効率的に、教育を進めるためにさまざまなシステムを導入したと、そういうふうに思っていただければと思います。でここからちょっと時間が非常に余ってしまうので、質疑応答の時間に、はい、好，我们非常感谢西川健太郎总经理的分享，我们先掌声谢谢他，谢谢。那今天他也会参与我们今天论坛最后的语谈，所以如果大家一样有问题想要发问的，不妨可以写在你的提问单里面，然后只要您有空就可以直接交给我们的工作人员，那在语谈的时候再一起向他提问，非常感谢他，谢谢。那没关系，因为我们现在还有一些些的时间，如果现在有大有贵宾想要发问的吗？不妨可以举个手，我们可以把麦克风递过去。嗨，西川先生你好，各位与会的贵宾大家好，我是芒果恰恰，我是芒果长，嗨，欢迎你们到台湾来。也谢谢你们带动台湾的经济。那我想请教一下，因为你们每天用的食材最多应该是米跟鱼产品嘛，那这个部分，米是日本过来的良质米，还是100%采用台湾在地的台湾的米？是，そうです。台湾的米。全部台湾的米。哦，感谢你，那请你多用好一点哦。嗯。然后另外呢，鱼产品的部分是全部都从日本过来呢，还是也是都台湾在地的鱼产品？啊，ネタというか食材の約60%近くですね、が日本から輸入になります。はい、ただ日本から来てるんですけれども、日本に来る前にベトナムとかですね、タイとかインドネシアとか輸入したものが間接的に日本から来ているものもございます。そういったものを含めて 60% が輸入で、 40% が台湾の国内で調達です。ありがとうございます。那请问50家店你们预计要几年完成台湾的布局？10年吗？いや、10年はちょっと早いです。10年はちょっと難しいと思います。15年以内には。谢谢。はい。谢谢。ありがとうございます。谢谢。谢谢。我想请教一下，我们日本
日本人在吃生鱼片大概几岁会吃？因为我们家大概国中以后，就是大概十五岁以后才能让小孩子吃。因为我刚看到影片是有小孩子去，可是在日本料理，我们有时候小孩子去，有时候会吃生鱼片会比较不方便。谢谢。日本ではだいたい4歳から5歳ぐらいから生の魚は食べられることが多いと思います。昔はですね、昔お寿司って高級食だったんですね。で、私が子どもの時にもこう回転寿司っていうものが存在しませんでした。ですので お寿司を食べに行くというと、もうよほど特別な時、もしくは親戚が集まる時に出前で取ったお寿司を食べる。だからまあ年に数回しかないようなものでした。で今は我々も含めてですね、非常に多くの安い業態が増えてますので、比較的若い年齢の時から、まあ5歳とか6歳ぐらいから食べられることが多いと思います。で、まあお寿司以外にでもですね、加熱された炙り寿司とかですね、茶碗蒸しと、添加物、四大添加物を使っていないうどんですとか、そういった、お子様にも、安心して召し上がっていただけるお寿司なんですけれども、それを気にされる方でも安心して召し上がっていただけるメニュー構成になっております。はい。还有没有其他贵宾？您好，我想请问那个转蛋这个游戏的理念，它是在你们经营运作多久之后，你们想到的 idea？ 那关于这个转蛋的游戏的互动啊，它促进你们来客或者是营收大概几%的数据？谢谢。赤玉を導入することによって。導入したのは、13年ぐらい前が一番最初だったと記憶しております。できっかけもその売り上げを上げるためというよりは、投入口にお皿を入れていただくというのが目的で始めたんですけれども、それがきっかけでメディアとかいろんなところで取り上げていただくことになって、そこから売り上げは上がってるんですけれども、それ自体でどれだけ売上効果があったかっていうのは数値的には分析できておりません。申し訳ないです。はい。你好，我想请问一下，是透过自动化的这个送餐系统，那实际上你们的人就是在整个外场服务人员，不包括厨房的部分，那你们大概降低了多少的人事的成本？那跟之前的相较来比较的话，就是说没有导入跟导入前，你们是不是有这个降低这个我们讲服务的人员的成本大概多少？谢谢。そうですね。何パーセントっていうのがですね、ちょっと我々システムが一斉に入ったっていうのは先ほど申し上げた千度君ぐらいで、他が店舗がバラバラに入っていったもので、全体的なコストダウンがどれだけ測れたかっていうのは正直分かってないんです。申し訳ない。ただその軽減されたコストを、食材原価率のところ、食材の、より美味しいものを、提供できるようにそこにかけて今まで来ました。だから答えになってないですよね。その何パーセント申し訳ない、申し訳ない。那可以回答一下，现在你们的人事成本占你们的营业几个%？答えられるのはですね、FL、フードとレイバー、原価率と人件費ですね。これ合わせて大体 65% から 70% です。食材原価率と人件費を合わせて、FL、フード&レイバーで大体 70% ちょっと切るぐらいです。
ズバリはちょっとなかなか申し上げられないんですけれども、だいたい 20% から 25% の間で推移しています。あ、アスだお、アスだから合計すると食材と、人件費が、チースよりもちょっと少ない、チースよりビジョーディー、うん、だから普通の外食産業の中では非常にそこのコストが高い、利益率としてはそれほど高くないです。はい、損益分岐点も非常に高くなります。初期の投資コストですね、システムが非常に多いので、金額がいくらということをズバリ申し上げることはできないんですけれども、同じ規模の飲食店に比べると3倍ぐらいはイニシャルコスト、投資コストが、設備コストですね、かかります。ですので投資回収の年数は、基本的には5年ですので、契約年数も、10年ぐらいは必要になってきます。はい、你好，我想要请问，我们整个系统化之后，那一定会遇到系统宕机，或者是损坏的时候，那它影响很大，因为全部都是用机器来做人工的部分。那你们遇到这样的情况，你们会怎么样去应变？那再来是，我先问这个问题好了，谢谢。日本では今専門のメンテナンスチームが設置されています。で、台湾ではバックアップしていただける業者様と提携してシステムのトラブル対応に、対応しています。あと壊れた時というよりは定期的な点検チェックの回数を非常に増やしています。一般的に1年でいいよって言われているものは半年に1回のチェックをするようにしてます。で、そこのコストはかかるんですけれども、おっしゃられる通り、トラブル、例えばレーンが止まる、注文レーンが止まるとですね、来ていただいた目的が達成できませんので、そうならないようにできるだけ、予防をしているという状態です。はい。那第二个问题是，任何餐厅都会有优缺点。那请问去你们那边消费最大，大家会抱怨的是什么？比如说没有人情味，或者是之类的，我不晓得。或者是像我们去一些餐厅，他会太过于来烦我们，我们要聊天，他就一直过来介绍。但有些人很喜欢，那去这么自动化的旋转寿司，大家，我觉得很棒。但是如果我想了解，那不喜欢的人他们会提出什么？ですね、ちょっと言いにくい部分なんですけど、我々の場合、お客様に過剰なサービスをする業態ではないというふうに思っております。過剰というかですね、どう言ったらいいんですかね、レストランとか高級レストランのような接客対応は正直できません。ただ来ていただいた方に快適にお食事をしていただくための最低限のお手伝いをさせていただくと。で、その部分でおっしゃられるように物足りないというご指摘をいただく場合は正直ございます。例えばご案内の時にバインダーを渡して、何番席になります、ここをまっすぐ行かれたところです、まあいいレストランだとその席までアテンドしてご案内しますよね。そういったことがないことに対してのお叱りをいただくことはあります。はい。他でいくと、台湾では日本の味を調整せずに、我々日本の味のままで勝負しております。その味が台湾のお客様にとって少ししょっぱいですとか、少し、苦いですとか、そういうお叱りをいただくことは今もございます。ただ今のところ日本の
味をそのままお伝えしたいと。でそれを受け入れられるかどうかはちょっとわからないんですけれども、今のところそのままで勝負してお叱りをいただいたところはちゃんとあのデータに残してですね、今後どうするか検討しているような状態です。はい、ありがとうございます。谢谢。那还有现场有贵宾想要发问的吗？不好意思，我想请问说，那个像你们公司好像也是八九十个人嘛，在员工管理上面，员工做错事有没有被处罚或者是被责骂的？処分、まあ、そのよほどのことがあったら考えますよ。基本的には一生懸命やっていただいて失敗をする場合は一切起こりません。例えばいくらをこうひっくり返した、でも一生懸命やってた中で起こったミスですので、それは責めることはありません。ただその人ができるスキル能力があるのに、その能力を発揮していないことによってお客様に迷惑をおかけしている、それに対しては指導します。で、その来ていただいたお客様の、払っていただいたお金の中で我々の給料も出ていますので、そのことに対して一生懸命やってる中でのミスに対して怒ったり指導したりはしないです。はい、そういう考え方でやってます。答えになってますか？違いますか？不好意思，谢谢。好，我们非常，我们再次热烈的掌声来，谢谢西川健太郎总经理的分享，谢谢。谢谢谢谢。